俺が俺にオンデマンド、そういうの言えないけど頑張ってください。週末ですよ、トルーパーズ特売情報。イベントがちょっと続いてまして、まだ片付けきってないので、ちょっとお部屋の端っこで失礼いたします。まずは、いろいろあるのですが、さらっと特売品でこんなの残ってますよ、いかがっていうのは、こちら容量違いで、なんだっけ、催涙スプレー、なんとお値段1800円と1500円、1800円の方がちょっと容量が多い、なるほどね、これもだいぶ減ってきたのでね、もし一つ買っとこうかなっていう方いたら今のうちにぜひどうぞ。そして今週、先週、ガーバーの荷物が海外からドカンと入ってきまして、まずは、みんな待っていた皆さんもいたみたいで、まだまだ人気、センタードライブプラス、ね、こちら、このお値段で。こちらはですね、このようにビットセットもついて、かっこいいレザーケース付き。そして、従来のものとは、ハーフセレーションのナイフが付いてたところを、こちらの従来も、従来品だったらストレートのファインエッジのブレードをニコイチハーフセレーションのナイフに変えて、そしてセレーションのナイフが付いてたところに、このようにハサミ、ハサミもあれですね、ちゃんと長い従来のマルチツールについてるナイフ、あ、違う、ハサミと比べると長い。よいしょ、こうか。動きがギクシャクしててすいません。で、こちらヘッドの部分も、従来だったらブラックだったところがシルバーで塗装され、塗装じゃないか。でね、ブレードもね、従来品ブラックだったんですけど、こうやってかっこいいストーンウォッシュな、コーティングで、よりかっこよくなっている。センタードライブ。ね、片手で出して、逆手でも出せる。スプリングがついてるからまた、ね、素晴らしい。こういったプロスカウトもね、結構好きなんですけどね。これスプリングはついてないけど、なんか、なんつうのかな、センタードライブだとあまりにもなんかね、重装備というか、なんつうのかな、もうフルアーマーガンダムすぎちゃって、こっくらいでいいんじゃないかな、っていう気もするけど、機能はこっちの方がしっかりしてる。揃ってる。何しろやっぱこの片手で出せるナイフがやっぱり便利ですね。やっぱこの片手で出せるのはやっぱ美学だね。なんか、センタードライブ。で、そのセンタードライブプラスについてる、このレザーケース。レザーケース単体でも、今回再入荷しました。こういったやつで、2400円で販売中。では、私センタードライブ持ってないんですよ。っていう方に、プロスカウトを入れたらどんな感じかって、まあ、これ動画でやってますけどね。お、割とぴったり。揺れない。結構ぴったり。いいかもしれないな。いい感じです。ここはちょっとした、ポケットついてるんで、なんかに使ってくださいな、ということなんですよ。おしまい、おしまい。他にもですね、なんだっけな、特売品は下のリンクに貼っておりまして、見てほしいんですが、他にも今度、ガーバーの再入荷品とは別で、新製品、ちょっと今回、今日間に合わなかったんですけども、こういったナイフ、これデュアルチョイルって言って、こうやって普通に握る。そしてさらにこっちで握る。これによってすごくこう、逆にここのとこちょっと危ないですけどね。
僕贅肉いっぱいあるんで、にょろって自分が切っちゃう。そこのとこ気をつけてもらって、しっかりと力を入れられるデザイン、握り込めるという、うん、ケトルベルフォルダーって言うんですね。あとこちらはフラットアイアンって言って、ハンドルはこうやって G 点の仕様のハンドルがついているフレームロック。でフレームロックもこういったあの従来の1枚ものではなくて、ここにこう1個クッションをつけていることによって個体差をなくして安定させてるのかなっていう気がします。うん。でブレードもこれね、また面白いでしょ。包丁をデザインしたんだって。でこれもブレード、あのストーンウォッシュって言って、一見黒にも見えちゃうし、シルバーにも見えちゃう。うん。写真写り的に難しいやつなんですけど、でこれどちらもねブレードが割と厚いんですよ、これ、ね、いいでしょ。うん、うん、でまあそれらはもうちょっと随時出来次第、今日なんかも3つちょっと上げさせていただきましたけど、あの準備でき次第ホームページにも貼っていきますので、あのガーバーで絞って見ていただけるとありがたいと。でまだあのちょっとこちら資料できてないんですけども、明日にはできるかな。うん、サスペンションネクスト素晴らしいのが出たんですよ。見てください、この薄さ。そしてついに来たポケットクリップ。そして片手で出せるのはどれだ、ナイフ。ちょっと引っかかりが弱いんだよね、これね。ちょっとしたコツはいりますけど、でも片手では閉じれない。閉じれた。ロックはここ、両方をスライドで下げるっていう。まあ、別途、一つ一つレビューの動画上げていきたいんですけども、こちらもね、こうやってハサミが出せる。うん。で、今まで、ガーバーのマルチプライヤーっていうのは、まあ、これともう一つトーラスっていうサスペンション2みたいなのはあるんですけども、低価格のね。それら2つに、おすげえなと思ったのは、今まであのランヤードリングってあるじゃないですか、あのね、落っことさないように紐引っ掛ける穴、それだけでこう実は1個ビットとして使ってたんですけど、ついにここに仕込まれました、ランヤードホールがね。うん、便利。それによってまた薄くして、薄くしたところをこのプラスドライバー、フルサイズの立体的なやつに変えたと、ね、これいいなと思って、うん、ヤスリついてっかな。あっ、ついてた、ヤスリ一応。背中は上下になってる。これでプラモデルを作ろう。そういうのはいいね。はい、ということで、今週の土曜、日曜、金曜日もやってるんですけど、営業時間は平日は12時から夜9時まで、土曜、日曜に関しては朝10時から9時まで、いずれも、今週ちゃんと営業しておりますので、もし赤羽来られる方いましたら、新製品どれどれって言って見に来ていただくのもいいですし、またはホームページでもチェックしていただけるとありがたいです。ということで、はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。ちゃんとこっちにありがとうございました。通信販売でね、まあ本当気持ちといったら気持ちというかな、遊び半分でもいいんですけど、ご注文の際、備考欄に、イラスト希望とか、ライダーキック希望って書いてくれたら、ライダーキック書いたやつ、
入れますから、はい、これ面白いでしょ。変身ポーズからライダーキックに変わる。こういうの凝ったやつは別に送らないですけど、まあ、最後まで見ていただいてありがとうございました。久しぶりの赤羽照れちゃった。